竹山は大阪府富田林市にある標高278メートルの山で大阪50山の一つである。山頂には自動車で行くことができ、寒歩の宿、富田林、竹山城跡がある。中腹には流泉寺、みかん畑がある。流泉寺山頂の間の道路からは東南方向の展望を楽しむことができる。富田林市において2番目に標高が高く、 西側に金田地区、伏見堂地区、横山地区、東側に東場地区が面しており、山を迂回する流路で、石川、サビ川が流れている。山麓には多くの谷が形成されている。谷には渓流を中心とした里山があり、一方で、日当たりのいい斜面には、みかん畑が栽培されており中には、オレンジ園としてみかん狩りができる施設もある。北側には、 不動、森や狭山線が通されており、道中には移築された滝谷不動明王子と山道がある。毎月28日の五縁日には滝谷不動駅までの道のりに露店が立ち並ぶ。竹山の西側には東高野回廊、近鉄長野線が通っており、山徳には古墳時代後期に築造された竹山古墳群が存在する。東側の山徳には上山オレンジ園、 流泉寺、漢方の宿、富田林、皆、小神社といった施設と、そこまで登るための車道が整備されている。南側には、富田林しか最も標高の高い根太維持山がある。二条山と同じく、約1700万年前に、瀬戸内火山帯の活動により形成した、旧火山だとされている。山麓部分の路頭において、佐野木岩に近い蘇生の安山岩を見ることができるほか、 横山地区の石川流域で同時期に噴出した溶岩が溶けした路頭を確認することができる。古墳時代には、遺体後古墳、奥の谷古墳群、田中古墳群、竹山古墳群といった多くの古墳が山陸に築造された。595年に蘇我馬子が龍泉寺を創建したが、その後一度荒れ果て、823年に訪れた空海が、 再び再興したという。鎌倉時代には、楠木正成により、楠木七条の一つとして山頂部に、竹山城が築城されており、室町時代には、畠山義成と室町幕府軍による激しい戦いが繰り広げられた。竹山城の戦い南北朝時代には、当時、竹山の中原に存在した、滝谷不動明王子が戦乱で消失し、現在の位置に再建された。 江戸時代に発行された河内名所図西国三十三所名所図では、塩の宮火山岩、本体寺山と共に、円形へと合わせて記述が確認できる。昭和10年代にはふもとに、大阪鉄道の出資で作られた塩の宮温泉旅館が立ち並んでいたが、戦中は、不可学校の臨海学者として用いられ戦後には、すべての旅館が廃業に追い込まれた。 太平洋戦争の末期には大阪市内を爆撃した後帰還する B-29 によるカン小屋を標的とした爆撃が行われた。戦後の高度経済成長期以降にはニュータウン開発が始まり、青山台、不動画丘町が作られた。1980年代以降、朝日放送テレビで制作されている探偵、ナイトスクープにおいて、 城山オレンジ園が初代パラダイス王として紹介された。ありがとうございます。